カスタマーサポートが抜群なんですよ。それはもう兵器としては相当優秀っていうことなんですよね。交通機関が麻痺し、嘘の情報が飛び交うなど、街は大混乱に陥ります。あのこれ見てないですけど、見てないんかい、またあの、ね、見習ってくださいよ、寺下さんを。実際 AI が悪用されてるっていうことでいい？例えばフィッシングのメールの文面であったり、サイバー犯罪の手口を事細かにコンサルティングしてくれるような、犯罪のために使うチャットボット、超優秀な詐欺師が AI になってるみたいな。チャット GPT をこの間使って、はいはい、なりすましメールを各国語版作ってみたんですね。完璧にできました。困りません？どうしようってなる。そんなあなたになんですよ。さあ始まりました、ザ・スクリーン。ホストを務めますお笑いコンビジャガモンドの斉藤です。この番組はサイバー攻撃を描いた映画やドラマの中のサイバー犯罪からサイバーセキュリティ対策について学んじゃおうという番組でございます。最終回もこちらの方々とご一緒したいと思います。さあ、まどかさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして寺下健一さんです。よろしくお願いします。あっという間の3回で、今日が最終回ということでございますけども、この3人でお送りするのも最後ですよ。50回ぐらい続くって話どこ行ったんだそう聞いてます、うん、騙されてるかもしれない。騙されてる。詐欺の始まりかもしれません。今回は AI 技術を悪用したサイバー攻撃について深掘りをしていきたいと思います。今回ご紹介する作品はこちら、サマーウォーズでございます。大人気のこちらアニメ作品でございますけども、寺下さん、サマーウォーズご覧になられましたか？まあ、今回この話をさせていただくあたりにあたって、うん、もう一度見直したんですけども、はい、どうでした？新しい発見があるところがあって面白かったです。もう10年以上前の作品ですもんね、うん、ちなみにどうですか、ここ泣ける作品だったりするじゃないですか、うん、最後のよろしくお願いしますとかで泣いたりとかします？寺下さんは。そうですね、泣かなかったですけども。冷たいなそこ泣いたですでいいですよ、はい、サマさんどうですか、サマーウォーズご覧になりました？あのこれ見てないですけど。見てないんかい、またあの、ね、見習ってくださいよ寺下さんを。てっきりこれ夏休みになんか若い男女がなんかラグビーかなんかで盛り上がるっていう、そういう青春漫画かなって。スクールウォーズですからね、ほんとそれね、タイトルをそもそも間違えてたって話ですよね。いや、そう、サマーウォーズそういうことじゃないですか。そうじゃないんだ。いや、見てはないけど、じゃあ知ってはいます。そうですね、知ってはいます。あ、じゃあ一応改めて私、はい、振り返っていきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、映画の中ではネット上にオズ、と呼ばれるですね、仮想世界があり、全世界で10億人がオズに登録、自分のアバターを使ってショッピングやスポーツ観戦、さらには行政手続き、医療データの管理が行えるなど、仮想世界と現実世界がリンクする便利な世界だ。今風に言うとちょっとメタバースじゃないですけど、なんかそういうことをちょっと起草させるような設定でございます。ある日、主人公ケンジの元にですね、解いてという言葉とともに大量の数字が書かれたメールが届くと。数学が得意なケンジは一晩にしてその暗号を解いて返信しましたよと。すると翌朝にはオズの様々なサービス機能が停止、オズのアカウントが次々と乗っ取られる事態に。交通機関が麻痺し、嘘の情報が飛び交うなど、街は大混乱に陥ります。実はケンジが解いた謎の数字はオズを管理する2056桁のセキュリティコード。オズのセキュリティを解いてしまったことで AI がオズを乗っ取って現実世界にも大変な影響を与えてしまうというお話でございます。サマーウォーズに近い出来事、事件というのは起こりうるでしょうか？似たようなことは過去に実際 ありまして。あるんだ。それはまあ AI が暴走というよりかは、コンピューターウイルスがこうある種こう自律的に感染を広げていって、さまざまな数多くの世界中のデバイスに感染をして社会的な大混乱を引き起こしたということはまあ実際にあります。でまたこのまあ OZ で象徴されるようなこう世界最高峰のセキュリティによって社会保障であるとか、例えば銀行であるとかとつながっているというところがまあ一つの作品の肝だと思うんですけれども、個人であったり社会であったりつながっているもの全てが一挙にこう侵害されていく、うん、そういったそのセキュリティの強固さ、一枚岩みたいなところに頼ることによる、うん、まあ、リスクみたいなところもちょっと考えさせてくれる作品だったかなというふうには思います。確かにこう芋づる式にどんどんいろんなものが盗まれていっちゃったりとか、信号がね赤になって交通渋滞大変でみたいなこととか、いろんなことが起きますもんね、この映画はね。 AI っていうものがあのパラメーターの設定次第で何かをするかもしれないってリスクは当然考えなきゃいけないんですよね、はいはいはい、人間が作っ
ているものである以上は何らかのエラーが起きるものであるっていう、それの注意喚起としては非常に大事なポイントかなと思いますね。じゃあ実際このサマーウォーズの場合ね、どのような対策が具体的に必要だったかという点をお伺いしたいんですけども、単純にこうシステムとかコンピューターの世界とか AI の世界っていうふうに線を引くんじゃなくて、全てがこうマーブル模様になってるんだっていう、これも常に言ってる話ですけれども、全員当事者っていうふうに思わないといけない、そういう課題でもありますよね。ここからですね、映画サマーウォーズに出てきた AI 技術とサイバー攻撃について報じられたニュースを見ながらですね、悪用されるリスクと対策について考えていきたいと思います。はい、こちらでございます。 AI 技術を悪用した新たな手口、お二人はやっぱりどうですか、前後見て。そうですね、これもまた前後を見て類推できるところ、あるいはそれが間違ってたとしても、僕だったらこれを入れるなっていうようなアイディアも浮かびますね。うるさくなってきてるじゃん。なんでドヤ顔して言ってるんですかそれ、味しめないでください。じゃあニュース1こちらです。北朝鮮がサイバー戦争で〇〇を活用。あ、なるほど、ドストレートに北朝鮮がサイバー戦争で AI を活用したと。寺下さん、これどういったニュースなんでしょうか。最近行われた公開ディスカッションでアメリカの高官が述べたコメントの一つなんですけれども、はい、北朝鮮といった脅威が議論されている中で、北朝鮮側も AI のテクノロジーを活用してサイバー攻撃であったりサイバー戦争に値するような活動を進めていると。でこういった AI のテクノロジーを悪用して暗号資産などの金銭を奪うということがさらに加速度的に増えていくと、引いてはミサイル開発に拍車がかかったりというような様々な大きな脅威につながっていくというようなことが、コメントとして述べられた話です。実際 AI がもう悪用されてるっていうことでいいってことですよね。はい、その通りです。 AI によって自動的にシステムに侵入するための入り口を発見するということが、効率的に加速度的にできているので、さらにその攻撃の頻度であったり深刻さであるあったりするものが、今非常に大きくなってきていると。悪用って言葉なんですけど、本人たち悪いことしてるってつもり全くないですからね。そうですね、仕事を効率的に進めるためには優れた道具を使うって当たり前の話なんで、それは使うよね、合理的に進めたいし、そういうことなんですよ。AI のすごいところっていうのは、疲れないんですよ。そうです、寝なくていいし絶対疲れないです、飯食わなくていいし、あとね、文句言わないんですよ。そうですよね、何回同じこと言ったとしてもさっき言っただろってキレられたこと今のところ一度もないですからね。イライラしない、それはそうですよね。電気さえ与えといたらずっと動くわけですから、それはもう兵器としては相当優秀っていうことなんですよね。続いてニュース2に参りたいと思います。こちらでございます。サイバー攻撃者向け何々が登場。サイバー攻撃向けチャットボットが登場。寺下さん、これどういったニュースでしょうか。チャットボットの一種なんですけれども、サイバー攻撃者向けとあるように、犯罪のために使う、チャットボット、今で言えばもちろんチャット GPT のようなものが、登場したと。登場しただけでなく、犯罪者 の裏のアンダーグラウンドマーケットで販売されていると。月額200ドル程度で利用できるものもありますと。そんなんでいいんだ。チャット GPT を利用するようにコミュニケーションをして、例えばフィッシングのメールの文面であったり、場合によってはそのサイバー犯罪の手口を事細かにこうコンサルティングしてくれるような、国によっての その方言があったりする中でもネイティブがコミュニケーションするような答えを返してくれる、超優秀な詐欺師が AI になってるみたいな。実はこれ被害者向けのチャットボットってもともとあったんですよね。あ、もともとどういうことかっていうと、ランサムウェアにかかったことはない、僕はないです。ないですよね、やられると、ファイルが全部暗号化されてもう何もできなくなりますと、お金を振り込んでください、そうしないと倍になりますよ、お支払いはビットコインでどうぞっていうふうに書いてあるわけですよ、ビットコインお持ちですか。ないです。払えないじゃないですか。はい、確かに困りません。どうしようってなる、そんなあなたになんですよ。ビットコインの、買い方をチャットボットが教えてくれるんですよ。はあ、なるほど、案内してくれるんだ。そう、カスタマーサポートが抜群なんですよ。へえ。これって要するにリテラシーの低い人を助けるだったんですよね。ですね、はい、だから高度になったんで、今度は犯罪者側も助けることができるようになったっていう、そういう証拠なんですよ。皮肉なというかね。ちなみにこのチャットボットを使ったメールっていうのはそれまでのフィッシングに使われた文面と結構違うもんなんですか。より精巧になっている、それこそ人間が見て見分けづらいというように、精度が上がってきているという側面はあります、昔伝説の貴様メールというのがあるんですけど、伝説の貴様メールとある銀行が成りすまして送ってきているメールだったんですけど、すごい丁寧に書いてあるんですよ、あなたの口座が凍結がつきました
やベケベケの手続きつきましては貴様の口座番号って書いてあるやっちゃってますね、うん、で要するに尊い様だからすごい丁寧と思ったんですよね。確かに確かに、そっか、だから一発でそれ気づくじゃないですか、はい、貴様って、うん、ど失礼ですもんね、うんうん、僕チャット GPT をこの間使って、はいはい、ちょっとしたその成りすましメールを各国語版作ってみたんですね。ほう、いろんな国の言葉で、はい、完璧にできました。え、AI だったら、 AI だったら今言葉の壁がなくなっちゃったんです。何かを言われた時にそれに対してそのまま反応しちゃうっていうのは、はい、どういう場合でも、まあ、基本的には危険なんですね、うん、複数の確認事項っていうのを自分なりにやるっていう、その自己防衛はどうしたって必要になってきますよね。今日名刺ねいただいて連絡先それぞれ交換 しましたけれども、明日急にその手の LINE というか連絡が来ても疑い深くいかなきゃいけないという、そういうことですね、うん、はい、この後テストしますからね。怖いな母さんどっちか分かんないんですよさあ、ということでニュース3、〇〇の動画拡散成功化するディープフェイク、これ話題になりましたね。岸田首相の動画拡散、改めてこれいかがですか。岸田首相のまあ成功に作られたまあ動画、偽動画ですよね、はい、これがまあインターネット上に拡散したと、うん、本当に岸田首相が話しているんじゃないかというふうに誤解させるあの可能性もまあ大いに含まれる動画になっていると、うん、これだけ簡単にディープフェイクできるってなると、他の危険性みたいなリスクみたいなところって、例えばまあ世の中でさまざまなタイミングで選挙活動が行われているかと思います、うん、対抗者に対して偽の動画をばらまいて相手の候補者のまあ都合の悪いようなことをまあ拡散させる、非常に成功に作られていれば一部信じる人も出てくるわけなので、そこで票を得られるみたいな、要は選挙妨害じゃないけどそういったこともあったと、はいはい、いやもうこれはリスクめちゃくちゃ高いですよね、はい、それこそさっきおっしゃってたように、いわゆる国家転覆系のところに使おうと思ったら使えるっていうこともあるので、これ結局のところ一時情報っていうのに対してアクセスをできる状態にするっていうのはすごい重要だと思うんですよね。一時情報、一時情報、はい、自分が本当に取りに行って信用に至る手段を使ってそれを得た情報であるっていうことが自分が分かっているもの、はいはいはい、それを信じるっていうふうに一人一人は心が、で心がけだけだとこれなかなかできないんですけど、うん、衝動的に行動するっていうことだけはやめることはできると思うんですね。これはどういうことなんだろうかっていう反応する前に1個待つと、うん、そして一時情報にアクセスできるものはアクセスするけれども、うん、そうじゃないものに関しては反応しない、もしくはそれに対して行動しないっていうことをやっていくだけでもだいぶ軽減はされるんじゃないかなと思いますね。ちなみにこれ映画サマーウォーズの話ですけど、セラシアさん見たサマーウォーズ、好きなシーンってあります？好きなシーンですか、はい、もうセキュリティの話しか今日してないんでちょっと温度みたいの最後感じ取って終わりたいなっていう息抜き、息抜きとして、そうですね、恋恋ですかね、花札好きなんで花札好きなんですか、うん、じゃあ恋恋の最後の場面が熱い、そうですね、まあ熱いというか熱いですね、じゃあ冷静だなんだ熱いといえば熱いですねってちょっとぜひ澤さん見てください、サマーウォーズ。僕どのシーンが好きかな、いやいや見てないですよ思い出せないはずだ、見てるのはスクールウォーズだけですから、あスクールウォーズ頼みますよ、うん、ラグビーじゃなかった。最終回は映画サマーウォーズより AI を悪用するリスクと対策についてお話をしていただきました。改めてセキュリティ対策に必要なことって何だと思われるか、ここをですね、まあ今回3回目最終回なので3回通してまとめの一言またフリップに書いていただけたらと思います。澤さんからお願いします、はい、じゃん、未来は作るもの、え、かっこいい。セキュリティってどうすればいいんですか、どうやったら防げますかっていう、あるいは将来どうなるんですか、うん、このままでいいんですかみたいにみんな心配されると思うんですけど、はい、まずコンピューターっていうのは人が作るものであり、はい、誰もがそれを手助けすることはできるものですよと、うん、で安全な世界を作ろうってみんなが思ったらそっち方向に世界ってちょっとずつでも寄っていくわけですよね、はい、未来っていうのは勝手にやってくるものじゃなくって、はい、自分がこう能動的に関わることによっていろんなものがこうプラスになっていくって、うん、そういう考え方がすごく必要なんじゃないかなって思ったんですよね。すごいちゃんとしたこと言うじゃないですか最後、意外とね、ああこういう商売もやってるんですよ実は。さすがです安心しました、はいはい、ステラシアさんいかがでしょうか。はい、ゼロトラスト、ほう、セキュリティといえど、まあ、一枚岩では防ぎきれない現実がしょうがないけれどもあるというところを踏まえて、その一枚岩であるようなセキュリティが突破されたとしても第2第3のその被害が、まあ、広がらないように、どのデバイスであったりユーザーであったりといったものが本当に正しいものなのか正当性があるのか認可であったり検証といったところを、まあ、リアルタイムで非常に細かい単位でやっていくということがグローバルで通じる原則の話になります。大事な原則なんですね、それ、はい、
会に共通する、はい、それを大事にしていこうという。そうですね。じゃあちょっと僕もまとめさせていただきまして、まあ、3回通して慣れなきゃいけないなと思ったんでこうしました。セキュリティ対策に慣れること、かっこ3回目で個性を急に出してきたケンちゃんのようなこれあのケンちゃんがやっぱ3回目でちょっと個性をクッて出してきたじゃないですか。これやっぱこう 1,2 回と重ねてることで出してきたと思うんですよね。だそのケンちゃんを見習ってですね、我々もやっぱりこう離れしていくっていうのが大事なんじゃないかということで、ケンちゃんありがとうございました。こちらこそいきなり距離近くなりましたね。ぐっと寄ってきました、はい、ということで、今後映画やドラマでサイバー攻撃が出てきたら本当にこういうことがあるかもと、危機感を持つことで自分のセキュリティ対策を見直すいい機会になるかもしれませんね。またお会いしましょう。さようなら。